はい、え二、ー、2022年の10月の17日月曜日の雑談配信です。令和4年ですね。いやぁ、西暦元年がまだ頭の中に残ってますけど、よろしくお願いします。えぇ、ー、スコーンというゲームがもう発売されていると。えぇ、ー、このスコーンとは何かですね。えぇ、ー、海外ゲームです。えー 今年秋の対策としてだいぶ注目されてたらしいんですけど、僕知らなくて。ああ、こんなゲームあるんだと思って。慌てて PV とか見たら、すごいもう僕好みというか、<laughs> えっと、えー、HR ギーガーですよね。エイリアンとかの,あのキャラクターデザインをした人です。うんそ,その人が、 あその人に影響を受けたっていうか、もう、もろそのまんま、エイリアンの舞台設定そのまんまの世界で、えー、なんか脱出するゲようなアクションゲーム、3D アクションゲームですね。あの、海外のゲームはほら、の FPS のフ,フロントシューティング視点だから、あの、まあ、そ、そんなのが作られてると、ああ、そうって。 これがなんか、だいぶ前から、5、6年前から、その、クラウドファンディングでお金を集めてて、これで、ようやっと完成したっていうので、あーまあ、こういうニュース持ってきてくれる人がいるから、本当ありがてえなと思うんですけど、ああ、こんなの作られてたんだ。僕は確か、あヒドンディープという 2D アクションゲームがすげえ楽しみだって言ってたと思うんですけど、 い,やい,よいよいよこんなのがねお、お披露目されてたりとかするっていうのでね。えー、これ楽しみですね。むしろこのスコーンという作品をですね、えー、スコーンのその PV 見て僕が思ったのはですね、えー、このグラフィックで、このグラフィックで、もうさっきまで覚えて、PC エンジンで出た RPG ですよ。 あれがやりてえんだよ。<laughs> ネクロマンサーの謎じゃなくて、あ、邪性剣ネクロマンサーね。そう思い出せよ、それぐらいと思ってさ。邪性剣ネクロマンサーをリメイクするんだったら、もうこ、ここのビジュアルでやってくれっていう。うん日本がまだお金があったから、ギーガンの絵を使ってね、パッケージで描いたんだね。 リね、その、再販されるときはパッケージで使えないっていうね、やつですけどあー、これ、とてもいいなと思いましたね。わあだからもう、好きでゲーム作ってる人がこういうのあるのいいななんていうのは、うん、とても思いました。もう、なんか、R 指定で、その、血しびくがすごい飛ぶらしいので、あの、すごい気持ち悪いゲームだけどそ、そういう気持ち悪いゲームちゃんと作ってくれる人がいるうちは世界は平和だななんていうふうに思います。 あーさて、まあ、そ、それぐらいです。まあ、ギーガーに影響された人たちとか、僕はギーガーが作る世界設定で、その、こ,この人は、機械と生物の融合、特にその、美女みたい、美女にさ、その、メタルをこう、 メタル色の肌をこうつけて、えやるっていうのが手法であるんだけど、この人やっぱその作成の年代見ると本当面白くてさ、あの、まずはその単純合体で女の人とメカを融合するんだよね。だからその髪の毛がパイプみたいになってたりとかするのが初期で。で、その後一回その、その融合するためには、そのお互いのその、 機械というものも知らなきゃいけないし、生命というのも知らなきゃいけないというので、その、どっちにも振るんだよね。あの、じ、自分の研究をね。で、その、機械をすごく研究した結果出来上がった絵、絵の年代のやつと、その、おまあ、基本的に生命といっても女の人とか内臓とかの人は書くので、その、そのことをすごい勉強した後に書いた絵っていうのがあってさ、うん そういうのもね、やっぱね、見てると面白いなあなんていうふうに思います。あの、ちゃんと変化してるんですよ。その、有機的な、機械が出来上がっていく様。だから、この人の世界観がどんどん、あの、その、みんなが知ってるギーガーの絵に出来上がるまでの工程がやっぱ面白くて。で、この人が残したのは、やっぱりその中で、その、機械色の肌というものを作り出したのが、 やっぱ功績なんだろうなと思います。今でもだからこれは、みんなが知らないうちに使ってるあの、ちょっと色のトーンが落ちた肌色ですね。あの、グレーを混ぜた肌色っていうのが、ときと時々ほら。 あの、渋い作品なんかに使われる色合いですけど、あれはギーガンの手法から来てるよな、なんていうのをちょっと思ったりします、ね。だからまあ、それまでにもね、あったんでしょうけど、意識的にその人間の肌の色のトーンを落とす時の、美しい土色の肌みたいなものは、 先,先駆的にギーガーがやってる。それは有機物と無機物を合わせた奇妙なそのアートを作りたいっていうそのギーガーの,あの研究結果から出てるんだっていうふうに僕なんかは思ったりいたします。えー、まあそんなギーガーももう死んでしばらく経ちますけどね。<laughs> 久しぶりに画集とか見たいですね。最近見ないね。だから、まあ、まあでも今。 スコーンというゲームが出て、えー、ちょっとまたギーガが再注目さ、されるんであればあ、ちょっといいかなーなんていうふうに思いました。えー、サンシャイン60のニュース。ー昨日雑談配信している時間帯ぐらいに、サンシャイン60の58階のレストランで100人の、えー、純暴力団。暴力団ではない。ハングレーってやつですかね。 暴れたっつってさ、パトカーが集まったっ,って。日本は平和だなって思うのと、そんな暴れた奴らなんかみんな皆殺しにすりゃいいのにっていうさ、あのどうせ社会学なんだろうっていうふうに思っちゃうからさあ、なんだろうね。かと思えば、今日夕方のニュースでさ、 女子中学生。中学生、中学2年生の自殺を助けたとして、28歳の千葉県の男性が、なんか逮捕されたみたいな。なんか山に置き去りにしてくれって言われたから、山に置き去りにしたらしいんだ。その千葉県の人は。死にたいっていう女の人がいる。まあその北海道のね、21歳の女性の、あの、自殺放浄もしたみたいなさ、首を絞めたいなやつもあるけどさ、 なんだろうな。まあ、死にたい奴は死にはいいんじゃねえのって僕は思うんだけど、て手、伝うと罪に問われるとか <laughs>、あと動けなくて自分の生命維持装置を切ってくれってって医者に頼んだ話も何年か前にあったような気がするんだけど、なんだかなって思ったりとかしますね。いらない人っているよなっていうのはちょっと思ったりとかしてて。僕もまたその、 いらない人にどんどんなりつつあるなって。体が動かなくなったり、問題が起こったりするとさ、その、だから医療を受けるだけの価値が僕にあるんだろうかと。権利じゃなくてさ、あね、医療を受けたからといって、このまま、このまま、その世の中のお役に立てるのか、45年間年金を払い続けられるのか、なんていうことを思うので、僕もまた死んでよしな人だろうな、なんていうふうに思うんですけど、 もう役立たずですよ。走れない。体力がない。<laughs> あの、ね、体の節々が痛いなんて人が。もうあとは爆弾抱えて、あれですよ。ね、人間爆弾みたいなことになるしか、あれ回転に乗るぐらいしか、お役に立てないんじゃないかな、なんていうふうに思ったりする今日このものでもあるわけですけどね。ね、元気な若い、ね、その、 や、ヤクザになると警察に目つけられるから、ヤクザじゃないですって言いながらこう悪いことをしたりとか、大麻を栽培して売ったりとかするような集団が、えー、コロナ禍で、でも100人で宴会しようっつって、いやーわかんない。100人で宴会するかどうかわかんないけど。 人様が開催し、ね、人様の場所を借りて飯を食ってる人がさ、そこで喧嘩始めるっていう、なんかね、僕はそ、そのこと自体がすごい子供だなと思うので、ね、おとなしく飯食って知らないとこで体育館でも借りて喧嘩すればいいじゃん、なんて思ったりとか、どうせ廃工場とか持ってんだからさ、廃工場で喧嘩すればいいじゃんって、人が見てる前でこうね、まあ、ね、そういう、どんな場所でも、 俺、俺の感情を抑えないことがかっこいいって思ってる人がこうやって暴れんだろうけど、そんな奴は全員頭を打てばいいんだっていうふうに僕なんかは思ったりとかします。えー、このサンシャイン60のニュースで、えー、サンシャイン池崎イエーイの人がですね、えー、ちょっと注目を浴びてたのが面白かったですね。えー いやー世の中にはバカ、ハロウィンが始まる前にバカがいたよなんていう風に思ったりとかいたしました。えー、あとは、今日はですね、昨日見た海外ドラマの話と、あと、漫画のアイディアあげますっていう話をして終わります。じゃあ、海外ドラマの話。<laughs> えー、僕が今季一番面白いなと思ってるやつですね。ドック。うー明日への手紙。 えですね、えー。これがさ、やっぱ一時間の中にさ、その、みんなが黒サギとか、アトムの子とか、あなんかいろいろサイレントとかさ、日本のドラマですごく楽しんでらっしゃるようですけど、日本のドラマも見やすいんですけど、基本的にテーマが一つ。で、それを、あの、すごく引き伸ばして、あと CM とかを入れて、あの、作ってる。 ドラマ。だから一時間の中の密度としてはやっぱり薄いんですよね。あの、これはね、やっぱドック庭を見て思いましたよ。人間の集中力を維持するために細切れのエピソードをとにかく詰め込んでる。うん。だからこう、最初に起こした、なんかその、なんだろうね、フックですよね。物語のフックとして、この主人公はどう考えるんだろうとか、この事件はどう解決するんだろうっていうのを、 あこう、問題を1時間の中に詰め込むわけですよ。それをちょっとずつ、ちょっとずつ解決させる、5分おきに解決させていくというような手法で。まあ、飽きさせないようにそう作ってるんですけど。だからね、その、あれ、ここまでお話進んでんのに、まだ30分しか経ってないのみたいな。<laughs> だからそういう、日本だったらもうこれで3週分の話やってるよとかさ、い、え、う、ー、ぐらいの密度の濃さでよかったです、ね。へえーって。海外ドラマはすげえなーっていうね。えー、ま、ああとその文化の違いとかがあるから、その文化の違いみたいなものが、あ日本のドラマを見てると、ああ、それ知ってるっていうので瞬時に理解することが、その海外ドラマだと瞬時に理解できない習慣であったりとかね。あ,あの あ,あるから、そういうのが、その、その、違う国籍の作品は、その分アドバンテージがあるっちゃあるんですけど、うんこれはわかったね、ほんともう。もう、ドック2話も最高でした。で、僕が今回、その中で、この、このき、記憶をなくなったお医者さんの話なんですよね。この記憶をなくしたお医者さんが、うん、こ今回、その、 精神鑑定みたいなのを受けて、もうあなたはお医者さんとして12年分の記憶もないし、その脳が削れてるっていう事実は医者に向いてないから、その、もうあなたは精神病患者として国から4000ユーロをもらって、あの、生きていきなさいと。あの、だからもう廃人として生きていけ宣言を受けるわけですよ。 だけど、その、本当に優秀なお医者さんであったわけで、記憶を失う前はね。うんこの人は、その、人生を諦めながらも、たまたま隣の病室にいた青年をと関わりを持ってしまったがために、うんちょっと、その青年を助けたいっていうのでさ、12年前までの勉強した医者の記憶はあるから、その、その、 生、青年の問題とかを見抜いて解決していくわけなんですけど、それでも青年が助からなかった。そして、絶望が二つ同時に襲れるわけですよ。助けられなかった青年と、その、自分の医者という立場が、その、奪われてしまうという話がね、あるわけですよ。これがね、あのー、最高。まあのー、そこでね、こう、あのー、打ちのめされちゃうわけだね。この、 主人公のお医者さんはね。で、その、あの、精神病に認定された人の精神安定剤をもらうわけ。これを飲んだら、俺は終わるぞっていうさ。その、あその、終わるぞっていうところが、最高なんですよ。あもう、人生にいろんな諦め、俺はもういらない人間なんだって思ってさ。 酒に溺れてさ、で、酒と一緒に、その精神安定剤をさ、飲もうとするわけ。アルコールと薬はやばいっていうのは皆さんご存知だと思いますけど、もう致死量の薬の量をさ、飲み込む寸前までやるときのこの人の絶望のじまがもう,う、もうね、これね、本当その、なんだろうな、ね、世の、じ 人生の選択肢の中でさ、こっちに行っちゃいけないっていう場面は何度もあるんですよ。悪の誘いであったりとか、やっぱ、その、この、ね、もうあなたはこの引退してくださいとかさ、言われる時にさ、ここで踏ん張れるかどうかっていうのがさ、人生にはやっぱ何度もあるわけ。誰かのためにこう身を引くとか、いろんな場面がある中でさ、この人の今、 医者であるか、それとも、このまんま、その、ね、もう頭打たれたし、しょうがないしさ、精神病患者として認定されて、国の援助を受けて、生きていくか、どうするかっていう時にさ、別にこの人はもう、半分人生も諦めてるし、それでいいって思ってる部分もあったんだけど、その中で、ね、あの、この、薬を飲んだら負けだっていう、この演出がとても素晴らしい。 ああ、でもこの人は飲んじゃうかもな。こんだけ、こんだけもう頑張った人だしさ。もうこれ以上頑張ることもないんだからさ。なあ、っていうのを泣きながらその薬をね、見てるシーンがね、最高でしたね,ね。なんでみんなこれ見ないんだろうって思ったりしますけど。<laughs> あい<の>。<laughs> まだ追いつけるから。まだ追いつけるから。 優しい NHK は4話ぐらいの時に1話から3話のダイジェストとか用意してくれるかもしれないから、ドックはちょっと、あの、チェックした方がいいかもしれないですね、と思った気がします。あ、こんなにいいと思わなったなで、僕ネタバレサイトでは話のネタバレ全部知ってんだけど、やっぱ映像のものは映像見ないとダメだね、なんていうふうに思いながら。いやいい、いいなと思って。あのー、やっぱね。 皆さんもあると思うんだ、そんなねあの、桑田のドラフト会議みたいに、大人の悪いことに巻き込まれるか、巻き込まれないかみたいなさ、そ,そういうことがみんなにもあると思うんですよ、そこがね、あのやっぱそういう場面を一回でも経験したことがある人は、この薬の陣をねあのあーあの、あれすると思うんですよ。 どうするネタバレの話する結局この薬飲まないんだけどさ、飲まない、飲まない時の演出が好きでさ、丁寧にその薬の瓶の中に、あの、錠剤のさ、錠剤を <laughs> 戻すんだよ。でも、その、戻す作業もさ、ユーモラスで、あ、飲まないんかーいみたいなとこがあるんだけど、その、それは、その、意師の強さであるわけですよ。この医者のね。 俺はまだやれるかもしれないとかさ。それで、お医者さんに復帰するための努力をするっていうので庭は終わるんですけど、ね、頭打たれて前頭葉で12年の記憶がないお医者さんの <laughs>、を本当にお医者さんにしていいのかっていうことでもあるんだよこれは最高でしょ。この薬を戻すシーンまでも最高だし。 あこ,れこれが、これが向こうの国、情熱の国スペインの作るお医者さんのドラマなんだなぁなんていうのも含めて、えー、いいなぁなんていうふうに思いました。やっぱこの人は記憶をなくしてるから、12年分の記憶がないから、その人格が変わってるわけですけど、その変わった人格じゃない、その記憶をなくす前の人格を受け、 継いいいるキャラクターみたいなのがいてねその人がすごく冷徹に振る舞ってることとかも含めてですね、ああ、いい構造で話がああ出来上がってんなってこの、この人はもう全く新しい人間として、うなんだろうね、生まれ変わりみたいな、だからそれ,それで言うと異世界転生的なものでもあるかもしれないなと思うんだけど、いやこ,れこれはすごい見れるドラマだなと思ったりとかして、面白い 面白いよーって、今のうちに言っていこうかなと思います。ね。でも、みんなが、もう、面白いコンテンツがいっぱいあるから、そんなの見ないかもしれないから、あれ,あれだけど。えん何すかなんすか,なん,すかなんか URL を貼られましたけど。斬新なゲームが出るらしい。あ、ほら、ちょっとあ、ありがとうございます。 大丈夫その URL 踏んで、急にでかい音とか出たら嫌だよ。最近はなんか、なんだっけあの、その、あれでしょパソコンのデータとかを取るんでしょその、グレーサイトだか何だかって言うとね。何分か見てると、その間に、データが取られたり、クレジットの、あれが、あの、出てくる、あの、 そんなの見ましたよ。今データが抜かれてますね。なんつ怖いですね。えっ、ー、<laughs> と、ありがとうございます。巨大ニワトリが襲ってくるホラーゲームー。チック、チェッキンフィートが10月25日に発売決定。格納庫から脱走し、 数十人の作業員を殺害した巨大鶏を鎮圧するために派遣。アンリアルエンジン5で開発。いいですね。<laughs> 巨大鶏を追っかけるんだ。あー、でかい。でかい。人、人と同じぐらいの鶏が人を襲うんだね。ああ、ありがとうございます。面白そうですね。 あチキンフィートというゲームが出るらしい。あ面白いね、こういうのね。アンリアルエンジン5のゲームも世の中に出始めてんだね、そうするとね。いいことです。ああいいねそ。そういうのを教えてくれるとまたこれを調べたりとかして、うーん、なんつってね。なんい今の,の PV の写真だけしかまだ見てない感想で言うと、そのゲーム黎明期にさ、 その、キャラクターの制限があったりとかしてさ、どの会社も、その、例えば、フグみたいな魚の形であったりとかを使う。うん。だから、ファミリーベーシックの機能でしか作れない時にさ、のこのこを必ず敵にするような感じの、なんだろうな。その、うん、キャラクターデザインとかを、にまだ頼れない感じの、マシンパワーで最初に用意された、 木材のさ、ポリゴンとかさ、鶏のポリゴンで、のみを使って、こう、アイディア勝負でうこう、ゲームのリリースが早い方がいいだろうっていうのでさ、うこうやっつけ仕事じゃないんだけどそのの、最小限のそういう、なんだろう、 せ、世界のさ、その葉っぱ作るのに3ヶ月かけるとかさ、そういうことしないで、あの、作った感じがしていいなと思います。これでいいんだよ、ゲームなんつうのはっていう。<laughs> そういうのがありますね。ありがとうございます。見えた。えー、というわけで、あと今日は僕、何ライブドアニュース記事だから大丈夫あ。ありがとうございます。ライブドアは悪いことしないんだね。よかった。やっぱ悪いことするのは、 あれね、えー、o g l e ですね。Google は情報脱がれるらしいですから。<laughs> っていう感じです。じゃあ、あと今日は僕が今日、み、みんなが漫画にすればいいじゃないっていうアイディアをあげるから、その原作メンバー JC として、別に僕も、その、あの、あれ、あれこ原作料起こせとか言わないからさ、なんかのインタビューで、 こねこれ、これを漫画化してヒットした人は、メンマさんっていう人の,あの雑談から着想を得ましたぐらいの宣伝してくれればそれでいいから、あげます、えー。えっと、えっとね、えー、今日はね、近未来の話で、えー、近未来には一つの宗教があってさ、その宗教の教えでさ、お前は旅に出ろって言われる青天がいてさ、この青年が一つ、 あの、本を持たされてさ、で、旅に出るんですよ。で、そ,その旅は過酷な自然が待ち受けて、あの人間はもうドーム型の、そのねあの、閉じられた環境でしか生きれなくなってて、一歩外に出ると放射能の嵐の荒廃した世界が待ってて、でもそこに旅立たなければいけない使命を受けた若者がいて、 これが、こう、旅をしていくんだよね。えー、こういろんな障害を乗り越えながら。わね、死にそうな目にあって、えー、その、お使い先の塔に行くんだよ。で、その,その塔に行って、そのこ、これを届けてくださいっていう、まあ、ポストマンみたいな話ですよね。これ,これを届けてくださいっていうふうに言われて、ここに来ましたっつって。ありがとう。つって受け取って、じゃああなたにご褒美と世界の真実を教えましょう。つって、あの、 あのー、電子の本を見せられる。で、この電子の本のアイディアなんだけど、ここです。ま、漫画として、ここはまだ誰もやってないなと思うんだけど、その、手で持てる漫画本が、1ページずつ表示させられるルーム。あの、だから、か紙の本のように読める漫画なんだけど、 一ページずつしか表示されないっていう。これはだから、素粒子がこここで形成されるんですよ。ここのひ、ね。キャラクターの前でこう、光がヒューって集まってって、これが一枚の漫画の原稿用紙になるの。で、この人は漫画を読んでって真実を知るっていう話なんだけど、この表現誰もまだやってない。だから、これはいいぞって思って。うん 今タブレットでこうスッスッっていう風にやるようなものじゃなくて、えー、ル,ルーム自体にその、あの,あのあ、元素、素粒子で、その紙の本を一枚だけ再現できるルームというのがあって、その紙でも、物事を読んでいくとこの人は世界の理りを、うん、知っていくんですよ。 で、えーまあ、これがこう光ビーって始まって、1枚できる。で、1枚読みに終わって、次のページが読みたいってなると、これが分解されて、で、うん、もう一回その素粒子に戻って、その紙とインクの作られたものが、次のページが、うんこ、これが分解しないと、うん、分解されないと次のページが出てこないっていうめんどくさい仕様なんだけど、 その、なんでこれを考えたかっついうと、永久期間ですよね。だ紙もいつか腐るし、タブレットの電子機器なんかも30年40年で結局ダメになっちゃうから、完全に何か博物館的にものを保存するためには一回壊して、その生成データみたいなものを、で、常に再現性を持ったものとして、これを、このルームのじゃあ使用期限は何万年なんだって話になるんだけど、 あのその、一つのさ、50巻とか100巻ぐらいある漫画を、あの、一気見するための部屋っていう漫画です。これ、誰も考えてないと思うんだ、まだ。<laughs> この世界設定を考えてないと思うから、あの、これ、僕も漫画書く気ないけど、このアイディア思いついちゃったから、で、これいいなと思ってあの、提案してるので、ね。 こ,ここが新しいところです。そうじゃない、このね、近未来の、その、なんか謎を持って書簡届けるみたいな話はいくらでもあるんだけど。このシーンは誰もまだやってないから。あので、このアイディアは、そう、そういうことでやってんですよ、っていうの、ねで。で、なぜこのルームが必要なのかって話なんだけどあのあの。これは、あの、最初ね、その有名な、もう全世界、ハリーポッターみたいに、ワンピースみたいに売れた漫画がさ、 その、その売れた時代には許されてる表現みたいなのがさ、こう、10年、20年経つと、これは危険だとか危ないっつってさ、書き直せとか修正しろっつって、わかりましたって修正しないと次の時代に、こう、あのあ、継承されていかないわけですよ。だから、初版本と、その、第13版とかさ、120版とかになってるような、 本になるとさ、その表現が変わってるわけ。勝手に変えられる部分もあるし。で、それをこの漫画の原作者は良しとしなかったんだよね。みんなにこう認知されたこの話が変形されていくんであれば、その変形されていくことはもう時代の流れでしょうがないけれども、あの、報告だけくれと。あの、その、この漫画のどの部分が変わったかっていうのが、自分が死んでからも、その、その、あの、 書き換えられた部分だけをこう、あの、記録していきたいから、僕が死んだ後もその家族とかに教えに来てくれっていう約束をし,し,してて、で、それが漫画家の大統領が、これがタワーであるわけですよ。で、そのいろんなね、あの、こう、 西せ、生歴、えー、2080年ぐらいにこの漫画がこれだけ変わりましたっていうデータがこの、この中に蓄積されてるわけ。この、だから、それだけこの漫画家先生に、えっとした約束が <laughs> 大事だったかどうかは別として、そ、そこで人類がこう、ね、反映したり衰退したりする中でさ、文字とかさ、いろんな解釈がなくなっていく間に、この漫画が、晴天として、 聖典としてこの未来に受け継がれてる。だから漫画の別にタイトルとかもう何にも知らないんだけどあ、あの、あの、どっか書き換えたら俺に報告しろっていうことと、その、漫画のその構造だけは宗教として残ってて、で、 あの、宗教の一文を変えてもよし。でもその変えるためには、この誰かに旅をさせて、党に行かせて、その報告をうしなきゃいけないという儀式だけが、 それが何なのかも分からないまんま人間はその盲目的に宗教を信じて近未来に生き残って若者に危険なことをさせながらもこういうことをしていくんだっていうような構造の漫画を思いついたのでこれは面白そうなのでえ漫画化してください <laughs> 新しいことはここしかないんだけどこ <laughs> ので僕は その中でこの青年がさ、このタワーに着いた時に、あの、世界の真理をこの人も理解ができるほどおつむが賢いわけではないから、あれなんだけど、初めての漫画を読むという体験をするわけですよ。でも、この漫画を読むという体験の中で自分が教えられたその、その、その世界の中で生きる宗教の基本みたいなものが、ここに入ってることに気づくっていうようなシーンとかあると、いいなと思ったりとかする。 で、そこ、だから、この青年の物語であり、その、その、この漫画家の物語でもあるっていうさ、うん、なんかそれがうまく書けたら、これは面白いんじゃないかな、なんていうふうに思いました。えー、<laughs> これ、今日の朝さ、夢で見てさ、<laughs> うわ、面白い話見たと思ってさ <laughs>、紙にバーってメモして、覚えてる部分だけ話してんだけど、 ね、あのー、て、鉄の砂が舞うような、む、紫色の世界でを旅してこう、タワーに着くと、ようこそいらっしゃいましたつって、アンドロイドみたいなホログラムなのが出てさ、そこで、一心不乱にこの人が漫画を読むシーンがいすごい印象的だったんだよ。近未来で紙みたいなものが、なんだろうね。だから、漫画で絵,絵物語だからさ、その文字が読めなくても、 えー、いいわけですよ。でも、も、文字が読める読めないっていうのもさ、あもしかしたらこの、ここで解決できる光が集まってその人たちの文化が読める、あれでやってるかもしれないっていうのもあってさ、これは誰も、で、この紙の漫画を見てさこれ、これが1ページずつ表示されなきゃいけないのは不可、不可逆だからですよ。過ぎ去った時間は戻らない。 ね、変えてしまったものは戻らないっていうので、前のページに戻りたいけど戻れない設定だっていうとこも一個あって、<laughs> あ、おうぅ、いいじゃんと思ったりとかして。でも漫画って読み返したいよなって思ったりもするから、<laughs> この設定はどうかなと思うけど、僕の見た夢では、この光が集まってできる一枚の紙は、一回見たら、そ,その紙を捨てたら無くなって次の紙が出てくるっていう,うん。で、これをさ、三日三晩、この、 主人公は読むんですよ。そして、世界の理りを知ってしまうわけですよねあの。俺たちが信じてる宗教は漫画だったんだっていうようなあのあのあの、あの、ことに気づいてしまう。でも、不可逆だから、その、ドームからた旅立ったこの人はドームに戻れない。この塔から、塔からで出られないわけじゃないんだけど、あの、あの、 ねこ、この塔を出たらまた、そのし死んじゃうようなさあの、死の地上が待ってるだけだからさ、そこも含めて、じゃあここの住人になるのか、新しい酸素をもらって、ね、自分で土地を見つける旅に出るのかはわかんないけど、一応ね、夢としてはね、その、 このタワーに住んでるホログラムがあなたにじゃあ酸素をあげましょうつって、旅立ちますかつって、うんって考えてるとこで目が覚めちゃったんで、この続きは、どうなるかわからないけど、ー、面白いぞ。これは面白いぞと思って。どうしても今日伝えたくて。ただ聞いた人としては、はーってなってるかもしれないんだけど、これは面白いって、絶対面白い <laughs>。自信がある。 ああね、3日後にこの話を自分で見直したら、えー、面白くないかもしれないけど、あ、これは多分まだ僕が見た漫画の中では誰もやってないことだから、このアイディアが僕一番好きなのよ。その、物質化するそ素粒子のこう組み合わせでピヤーっとこう、うん、て手の上にこう紙の原稿がブワーっとできてく。で、読み終わるとそれがまたブワーって消えてくっていうのは、 やってないと思うんだよね。あ、ちょっとスーパーマンのザックシュナイダーのやつでやってるような気がしてきたぞ。え <laughs> あの砂が集まって石板になるやつの、あの、あのアイディアなんじゃねえかって今思いましたけど。ちょっとこれ、誰か漫画化してくれるといいななんていうふうに思いました。これ面白い。僕、僕見たいなと思うから。うん誰かあれしてください。で、えー、その夢を見てるときに、 その夢に行く前にアクション映画の、だから僕はこの昨日海外ドラマとか見たせいでそんな夢とか見てんだろうなと思うんだけど、こうブロック状のさ、エンジン見て、四角いエンジンみたいなのがさ、上下にドスン、ドスンって行く中がね。で、そこにこう、うあの、マトリックスに出てくるような触手の機械化け物みたいなのが襲ってきて、こいつをやっつけるためには、 この天井にドサーンってこう、この機械エンジンがつくところに人間がおとりになって、ほんで、こいつが来た時にうまく逃げて、でこ、こいつをぺシゃんこにしなきゃいけないっていう夢も見たんだけど、これは断続的なやつで、香川照之がここにいたんだけど <laughs>、あ、香川照之が出てる映画なんだって思いながら、夢では見てたんだけど <laughs>、あの、 これがさ、この触手が頭良くてさ、ちょっとでも早くこう飛び降りてさ、脱出しようとすると触手でピューンって掴まれちゃって。だギリギリ、本当にギリギリで罠にうまくはめて、こう、でも待ちすぎるとそのピストンにブシャーって潰される、あの、あの、うん、やつだから、これしか倒す方法がどうやらないらしくて、なんかそ、そこでね、 いろんな人が死んでいったりとかする。で、その中で、紙のメモを見つけるっていう、ね。この紙のメモが漫画だったんだけど、こっからお話が変わって、急に、その、漫画の塔に行って、その、あのね、こう、第何般化の改正をしたさ、構成を変えた本を届けに行く話に、急になっていくんだけど、 あのこ,こっちの方がすごい印象が。でもきっかけになったとこの,その四角いエンジンが天井にゴンゴン当たってるなんか工場みたいなとこでこの化け物と戦う,うやつもちょっと見てこ,こっちはこっちで面白そうだったんだけどこっちのでもなんかねキーワードになってるこの,この床のこの辺に落ちてるやつでこれをなんかね一人の一人の若者がねあの あのこのメモをかき集めてねあの。これをどうしても俺は彼女に見せなければいけない。これが俺のルーツだから彼女に見せなければいけないっていう、あの、あ <laughs> すんごい夢みたいなと思いますけど。なんでお前夢の話をただ話してるだけで漫画のアイデア、こういうもんだろ漫画って、なんか降りてきてさ、 別に忘れないようにしようと思ってさ、忘れないようにメモしたらこういう話だったって話なんだから、それは別にトイレで思いついたって、お風呂で思いついたって一緒だろうと思うから、こう、こうこんな漫画が見たいなと思って、近未来で SF で人間がこうバカになってて、えー、それでも知識の塔みたいなのがあってっていうさ、そこに向かって旅をする人の話で、 その結末には、もう天竺についてお経をもらいましたみたいな、結末としてこの世界の経典は漫画でしたっていう、うん、おうちはいいなと思ってさ、いや、あの、思いましたんで、ぜひ、まあ、この、こんな漫画が出たら、ああメンマさんの雑談から、こう、伝え聞いたものが、 あいよいよ誰かが漫画にしたんだなっていうふうに思うかなと思ってます。でも、できたら一報ください。うん、こうま、漫画描きましたっつって。うん、こうね、メンバーさんのアイデのこ,これで僕は別に、その、ロイヤリティを取ろうとか思ってない。思いついたけど僕は各く気がないから、みんなに教えるんだっていう漫画のアイディアだから。自分でどうしても描きたかったら内緒にして描くからさ。これはあげていいアイディアだからさ。いやー 僕なんかはでもこうやって思いつくのがさな、3ヶ月に1回ぐらいこんなのあって思いついたって言うけどさ、あの、手塚治虫がすごいなというかさ、その、アイディアだけはね、万円セールしてもいいぐらいあるんだっていう、あの、手塚治虫創作の秘密で一言手塚治虫が言うんだけど、あれやっぱすごいよね。 やっぱその手塚治虫のエピソードの中でさ、その手塚治虫と話をした漫画家がさ、いやアイディアが浮かばなくってっていう話をこう、するんだって。そうすると手塚治虫は不思議そうな顔をして、アイディアぐらいいくらでも出るでしょって。それが面白いかどうかは別としてっていうような話が、ね、逸話で残ってんだけど、いやー、すごいね、ま。毎日こうね、書いても書いても書ききれないぐらいアイディアが出るような、 うーんうわーやっぱすごいな。それはど,どんだけインテリで、その作品を見てきて、えー、自分の身になってるかっていう話でもあるので、僕なんかはそれで言うと、うん、アイディアが出て、聞いて聞いてって言ってこの、この程度の話を説明するのが精一杯なんだから。でもね、なんかこれはすごい僕はちょっと見たいなとは思います。 見たいけど別にみんなに伝えたいぐらいの話ではないし、誰かが入ってくれたらいいなと思ったりもしました。はい、なんすか。今日、YouTube 見てたら、何かの公式サイトが、ゴジラ対エヴァンゲリオン対キングギドラって動画上げてた。あ、そう。僕が知ってんのは、ゴジラの映画でゴジラバーサスガイガンの、 が復活するぞっていうやつ見たんだけど、なそれ同時にやってんのどっちが正しいの <laughs> 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 まあ、だから、あれでしょなんか、その、新仮面ライダー、新ウルトラマン、新ゴジラ、新エヴァンゲリオンつって、なんか、うん、アベンジャーズみたいに、その、新、新というもので繋げたもので、なんか合体した作品できねえかみたいなのとかが、 やってたりとかしたやつであれな、今そういうのでちょっとずつそれが形を変えてというか、そういうのやるんだったらこっちやりましょうよ、みたいなので、やってんじゃないかなと思いますけど。1ヶ月ぐらい前に見たのかなゴジラバーサス外観はね。なんで今うん、ゴジラとエヴァと、キングギ,ギドラだと。ーブ遊園地なんじゃないのないの。<laughs> 調べようか、じゃ。 じゃあ、その話調べて今日は終わりましょうか。えー、っと、ゴジラ、エッパーゲリオム、キングギドラ、これなんだろうな。林原めぐみ。うん、フィギュア。 ついに本格始動。P ゴジラ対エヴァンゲリオンのストーリー。これかな ?3 時間前のニュースらしい。あ、パチンコだって。えー、パチンコだそうです。えー、パチンコゴ、ゴジラ対エヴァンゲリオンが、あーできるそうです。たぶんこれなんじゃないかな。えっ、ー、と、ちょっと待ってね。YouTube を見るんだけど、その、 ほら、今回映像等とは許可がないので、音声が漏れないようにして見ますけど、うん、これじゃないのゴジラ対エヴァンゲリオンパチンコじゃないかな。見ます。うん。 使徒対エヴァ対ゴジラ対。うーん。うん。ああ、はい、わかりました。使徒と、使徒の王がキングギドラらしいですね。見ましたよ。えー、パチンコエヴァンゲリオンの話でした。いいじゃない。<laughs> エバッタイゴジラっていうのがどうやら出るらしい。まあまあなんだろうね、僕パチンコでさ、その例えばまあそうやってゲ,ゲームを原作にしたパチンコとかパチスロもあるし、そのエヴァを原作にしたりとかね、暴れん坊将軍のパチンコとかあったりとかするわけですけど、あるの、えー、それさ、 その、僕、あれ、ストーリーがさ、演出という形で、ぶつ切りに流れる感じで、あれ見て喜んでる人、すごいなと思ったりするんですよね。まあ、続きが見たいからまたパチンコ打とうとかさ、なるんだろうけど、僕、あの、ぶつ切り演出が繰り返し、しかも同じような演出が続いたりするのとかさ、で、たまにレアなのが見れたりとかするっていうので、 あれでパチンコ打ってる人って頭おかしいよなって思ったりとかするんで。まあ、そんな中で、とんでも設定で、エヴァンゲリオンと、うんうん、ゴジラが,がやるやつを見たと、うん。それはこれらしいですよ。で、僕見たのは、その、3週間ぐらい前、1ヶ月前の、あの、ゴジラ対外観っていうね。えー でもそれにあんまり心が僕は踊らなかったんだけど。だから映画になるかどうかも僕もそれは知らないんだけど。ありがとうございます。そうやってあなたが何か言ってくると僕はまた違う情報を被せて返したりとかできるのでね。あの、偉いなと思うよ僕。その、あの、僕優しいなって思うんですけど、そうやって、あの、誰かが話してくれたことにさ、 俺それ知らないから却下っていう。まあたまに見ないふりとかしますけど、あの <laughs>、そのコメント読んでないとかいうふりもしますけど、でも基本的に相手にするよなと思ってさ、優しいなと思ってさ、あの、ね、その人によってはさ、そんな話なんか絶対に聞かないでさ、自分と仲いい人たちとだけしかコミュニケーション取らない人とかさ、閉鎖的な人がいる中でさ、メンマさんはさ、 自分のある知識をさ、僕昨日ポプテピピックの話をして、昨日僕ポプテピピック見てないんですよ。あの、七地の話振られて、うん、ね、第一シーズンの話返しましたけど、ポプテピピック見てないんだよ。で、だから、あ、見てないからその話しないで、みたいな感じで、僕は切り捨てることなく、ちゃんと相手をするって偉いなと思うから、 感謝ぐらいしてください。ありがとうってコメントを打ってくれたらいいよ。<laughs> <あの> <laughs> 感謝されたいわけじゃないけど、メンマーさん優しいよねって思ったりとかしますねその。相手の人がなるべく傷つかないように何かしらそのお話として自分の持ってるポケットの中から何か出そうとする姿勢っていうのは僕それだけで偉いなって思ったりするね。それはでも それが今一人二人だからできてるだけであって、百人一気に来られたら無理ってなるだけの話ではあるんだけど、優しいなと思ったりとかいたします。ね。でもありがとうって言わないんだな、君はな。ありがとうぐらい言える。ありがとうを恥ずかしげもなく言える人ぐらいにはなった方がいいよね。<laughs> あの言えって言われたからなんか、あ嫌な感じするなというのじゃなくて。 それでまず、丸く収まるんだった。いや、でもそのありがとうってセリフが今日言った、その毒というドラマでね、あの、薬飲んだら終わりだっていうのでね、ありがとうってコメントを打ったら俺は終わるって思ってる人かもしんないから、それは無理強いするわけにはいかない、ね。誰でもやってることだし、人生において挫折があったとしたら、人に甘えてもいいんですよ。 ね、国からし、ね、支援金をもらっても、もうあとは障害者として老後を暮らして、ゆっくり休めと、あ言われたっていいんだって。だけど、俺はまだ生きているし、生きているんだっていうね。ね。そんな中で、絶望の淵で、やけくそになって、そのね、その、 精神,精神病の患者としてさあ精神安定薬を毎日飲んでさの脳の働きを抑えながらさ穏やかに暮らすための薬だからさ、うん、でそれを医者だからより分かってるわけだよねこの薬飲んだらおしまいだっていうさ、うん、そのどこれを処方しなきゃいけないような人もいるけどその俺は違う。 っていうさそれは治す側の人間だからよりこの薬の効力を知ってるっていうのも分かりながら飲む寸前まで行くこのシーンはやっぱね震えるね。だまあ、見てとは言わないけどあ,ー、ね、ありがとうと言ってくれとは言わないけどさ。でも僕は優しいだとはやっぱ思う。そういう優しさがあるからこのドラマに僕はあーの。 一人の患者を見捨てないようなところが僕にもあるのかもしれないね。えー、メンバーさん、それは自分を美化し、しはい、すいません。す,すいません。<laughs> というわけで、えー、今日はあ終わります。ありがとうございました。お疲れちゃん。毒、毒と漫画のアイディアの話でした。